らしい攻防戦となっておりますが、共に得点機を得られるままついに最終クォーターに入りました。どちらが先に得点を挙げ、この試合の勝敗を決する形になるでしょうか。ベイスターズチアも応援団伴いまして素晴らしい劇を入れております。さあ、共に譲らずといった攻防戦になっています。この第3回戦のジュニアトーナメント、果たしてこれに勝ちましてベスト4進出になるのはどちらのチームとなるでしょうか。さあ、最終クォーター、第4クォーターが始まります。ベイスターズ自陣7ヤードからのセカンドアンド12。さあ、ランニングアップにリリー・オープンを託した。キャリア43番、素晴らしいステップワークでディフェンスを切り抜けまして約7ヤードのゲインとしています。ランニングアップ43番はただトライアッツ、ジェイサーズサーダン4、ボールオンは自陣15ヤード。さあ、ここでどうだったか、トラブルが発生している。判定はどちらとなるか。ここでジェイサーズランプレーを展開しようとしましたが、ディフェンスの圧力からボールをファン、そのボールを抑えましたのはゴールデンファイターズでしたので、この時点で攻守交代となります。ゴールデンファイターズファースト。一気に状況が劇的に動きました。ゴールデンファイターズ相手陣9ヤードからのファーストアンド2ゴールで攻撃に入ります。残り4回の攻撃でこの9ヤード獲得し、エンドゾーンに飛び込んでのタッチダウンなるか。はたまたジェイスターズこれを切り抜け、再び攻撃の機会を得るか。ゴールデンファイターズファーストアンド2ゴール、残り9ヤード。パス不正功、まず一気にタッチダウンを狙うパスを投じました。クォーターバック7番ワイドレシーバー11番、エンドゾーンでジャンプし、これをキャッチしようとしましたが、ディフェンスカバーありまして、パス不正功となっています。ダウン1つ打ち出してセカンドダウンと変わります。ゴールデンファイターズセカンドダウン2ゴール、残り9ヤード。ここでオプションプレーを展開します。ランニングアップ10番、ピッチを受けまして左オープン突破を図りました。しかしこれもジェイサーズディフェンスのカバーがありまして、ゲインは約1ヤードにとどめています。ダウン1つ変わりましてサードダウンに変わります。ゴールデンファイターズサードダウン2ゴール、残り8ヤード。その攻撃権2回でエンドゾーンタッチダウンになるでしょうか。
ナーでした。ここで反応ホークションで QB7 番キープしようとしましたが、ベイスターズ44番見事に対応しまして、このプレーを阻止しています。フォースダウンに変わります。素晴らしい対応をしたのはベイスターズの44番のフルノ。さあ、ベイスターズフォーメーションを変えました。フィールドボールトライ、キックによる3点問題です。失敗。この攻撃無得点で終わりまして、コース交代となります。ゴールデンファイターズビッグチャンスでしたが、この攻撃得点を得ることはできませんでした。ジェスターズ見事しのいで再び攻撃権もあります。ボールを右陣20ヤードからの攻撃に入ります。トライアクシスジェイサーズファーストアウト。まずワイドレシーバー17番目のパスでしたが、このパスはタイミングを合わずパス成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ジェスターズセカンドダウン10。94番ハンドオフを受けまして、見事なステップアップで攻撃権更新です。ジェスターズ来ました。ラニバック14番が谷奥、ここで素晴らしいランを一つ決めました。ジェスターズリリーン34ヤードからファーストアウト。ファーストナイスキャッチ、ナイスゲーム。クォーターバック13番ここでワイドレシーバー11番にロングパス、これを11番見事にジャンピングキャッチしまして攻撃権更新です。トライアクスジェイサーズファースト、素晴らしいパスを取りました。ワイドレシーバー11番がヒルバ。トライアクスジェイサーズ相手陣43ヤードからファーストアウト。33番ハンドオフを受けまして右オープンにステップ、そこから素晴らしいデイライトを決めまして攻撃権更新としています。トライアクスジェイサーズファースト。ここで投入しましたランニングバック33番は横田、素晴らしいステップでした。相手陣33ヤードに入りましてのトライアクスジェイサーズファースト。発生したが判定はどうか、パス不成功です。パス不成功の判定となりました。クォーターバック13番パスを投げる際にプレッシャーありましたが、結果的にパスを投げる動作がありましたのでパス不成功という判定です。キュービーサックではなくパス不成功によりセカンドダウンに変わります。ジェスターズ相手陣33ヤードからセカンドダウン10。さあパスが通っている。
クォーターバック13番今度はエースレシーバー7番にパスを投じまして約5ヤードゲインとしています。ヘッドレシーバー7番の堀はチームキャプテンです。ベスターズ相手に28ヤードからサーダウンファイブ。ワイドレシーバー11番へのパス、11番見事にディフェンス振り切ってキャッチし攻撃権更新です。ボーダーファイターズファースト。ワイドレシーバー11番ギルマ見事に攻撃権更新果たし一気に相手陣5ヤードからの攻撃に4ヤードの位置からの攻撃に入ります。チェイサーズファーストアンドゥーゴール残り4ヤードここでホイッスル。ファーストアンドゥーゴールチームダイナウトゴールデンファイターズ。ここでゴールデンファイターズが後半1回目のタイムアウトを取ります。ゴールデンファイターズ後半一気に自陣10ヤードからここまで86ヤードのドライブを決めました。ジェイサーズこの勢いに押されないとここでゴールデンファイターズがタイムアウトを取りました。さあここから4ヤードの攻防に入ります。スタンドも盛り上がってまいりました。今度はジェイスターズが一気にフィールドを押し返しまして相手陣4ヤードの位置にあります。ゴールデンファイターズこれを阻止できるでしょうか。試合再開です。トライアクシスジェイスターズ相手陣4ヤードからファーストダウン2ゴール。ジェイスターズ敵陣4ヤード付近よりファーストダウン2ゴール。タッチダウンまで残り4ヤード。投じたのはワイドレシーバーエースレシーバーの7番左奥に走り込んだ7番見事にこのパスをキャッチしましてタッチアウトしました。トライアクスジェイサーズ6点獲得となっています。この状況を託しましたがチームキャプテンの堀でした。それに堀は見事舞台橋で先制のタッチアウトを挙げています。そしてタッチアウトの後のトライフォーポイントに入ります。トライアクス2点差の0点ゴールデンファイターズ0点ついに均衡が解けました。互いに打開点が見えない攻防が続いておりましたこの第3回戦のジュニアトーナメントついに終盤残り5分を切った段階でジェイスターズ得点を挙げましてその均衡を崩れました。さあゴールデンファイターズこの状況を打開しまして再び試合を振り出しに戻すことができるでしょうか。試合は得点を挙げましたトライアクシスジェイスターズのキックオフで再開する形になります。チャットメッセージ町さんありがとうございます。ヒルマ選手アズアンニータ選手ですね。さすが X1 プレイヤーといったところでしょうか。この状況を見事打開果たしました。リターンに入った。素晴らしい粘りで突破を図りましたがしかしそれでも自陣30ヤードを超えた位置での攻撃権確保しております。ゴールデンファイターズこの位置から反撃に入ります。ゴールデンファイターズ
ゴールデンファイターズ自陣35ヤード回のファーストダウン10。しかしそのパスを見事対応しまして、インターセプトしましたのはジェイサーズには攻守交代となります。見事な反応でインターセプトしましたのはジェイサーズに今動きた。このように攻撃権はトライアップするジェイサーズに変わります。トライアクシスゼイサーズ相手陣38ヤードからのファーストダウン10。クォーターバックチャン、ここはパスを投じようとしましたが安全を見逃してスクランブルしています。結果的に約3ヤードのゲインとしました。クォーターバック8番のマニワに変わっております。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。ジェイサーズできる限り時間を使う選択をしているようです。ジェイサーズセカンドダウン7。クォーターバックちゃんスクラム、パスを投げると見せかけプレーアクションからそのままキープしまして攻撃権更新果たしました。トライアップするジェイサーズファースター。クォーターバック8番マニア自らの足で攻撃権更新を果たしました。トライアップするジェイサーズ敵陣27ヤードファースターアウト。ジェイサーズファーストダウン10。今度はランニングワークに立ちます。ランニングワーク43番、ハンドから中央突破を図りまして約4ヤードのゲイン。ランニングワーク43番はただ着実に距離とそして時間を使う戦術を展開しています。ジェイサーズセカンドダウン6。ボールオン相手陣24ヤード。さあここでホイッスルが鳴っている。パスは成功しているが判定はどうだったでしょうか。攻撃権更新です。トライアップするジェイサーズファースター。ワイドレシーバー3番密集点になりながら見事この競り合いに勝ちましてパスキャッチに成功。攻撃権更新としています。ジェイサーズファースター。素晴らしいキャッチをしましたのはジェイサーズ3番のノです。ここでホイッスル、チームタイムアウト、トライアクシス。ここでトライアクシスジェイサーズが後半1回目のタイムアウトを取ります。トライアクシスジェイサーズ後半1回目のタイムアウトを要求。ジェイスターズ応援団の後押しもありましてこのまま一気に試合を決めんとしております。タイムアウトを解けまして試合再開です。ジェイスターズ相手陣14ヤードからファーストダウン10。タイムアウトが解けまして
トライアックスジェスターズファーストダウン点の攻撃。43番ハンドオフを出されまして、リリーオープンを展開、攻撃権更新としました。ジェスターズファースト、なにわく横田、素晴らしいステップワークで攻撃権更新を果たしました。ジェスターズ相手陣4ヤードに入りまして、ファーストダウン2ゴール。ゴール前3ヤードよりファーストダウン2ゴール。タッチダウンまで残り3ヤード。タッチダウン。ここで選択してのラウンド、なにわく33番ハンドオフから中央突破、そして相手ディフェンスを振り切って、そのまま無人の荒野のエンドゾーンに入りましたよ。タッチダウン。ジェスターズ6点獲得となります。そしてタッチアウトのワンプレートライフォーポイントに入ります。このキックは失敗となりまして6点止まり。トライアクシスジェスターズ13点、ゴールデンファイターズ0点、しかし追加点を挙げることには成功しました。残り時間1分30秒でジェスターズさらに追加点を挙げることに成功しています。さあゴールデンファイターズはこの残り時間1分30秒で逆転を図ることができるでしょうか。トライアクシスジェイスターズのキックオフで試合再開となります。リターンに入った。中央に切り返しましたよ。一気にブロッカーを生かしての突破を図っています。自陣35ヤード付近からの攻撃を得ています。ゴールデンファイターズ自陣35ヤードからの攻撃に入ります。ゴールデンファイターズファースト、試合時間残り1分22秒。パス成功。プレイアクションからそこで展開したアニマス9番へのキャッチアンドラン、約4ヤードのゲインとしています。パスを取りました。何が9番は倉田、外入れたため時計は一旦止まっています。ゴールデンファイターズセカンドダウン6、クォーターバック7番プレイアクションからターゲットを探しましたがスクランブル、中で倒れたため時計が進みます。ゴールデンファイターズサーダウン3、試合時間残り50秒を切りました。
パス不成功。クォーターバックならここは下がりましてパスを投じましたが、ターゲットに対するパスコントロール効かずパス不成功となっています。ゴールデンファイターズフォースダウンとなります。ゴールデンファイターズフォースダウン3、プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、3ヤード前進できないと攻撃権を失います。パス不成功。ここで選択肢がパスプレーでした。ターゲットは11番、しかしこのパスわずかに上ずり、パス不成功に終わりました。4回の攻撃失敗となりますので攻守交代となります。攻撃権は変わりましてトライアップ2ジェイスターズと変わります。さあ再び攻撃を見ました。トライアクシスジェイスターズ、相手陣42ヤードからのファーストダウンテ。パス不成功。ジェイスターズここは得点の狙いに来ます。まずパスでより一気に前進を図りましたが、しかしこのパス投げ捨てました。パスを投げ捨てましたので時計は止まります。試合時間は残り24秒でセカンドダウン10を迎えます。ジェスターズセカンドダウン10、ボールオン相手陣42ヤード。ファースト、ここでクォーターバックはワイドレシーバー17番にパスを投じまして、見事これを17番キャッチ、攻撃権更新です。ジェイサーズファースト、ここでホイッスルが鳴っています。ジェイサーズ後半2回目のタイムアウトを取りました。ワイドレシーバー17番チームワンダル選手へのパスが成功、見事パスキャッチをしました。ジェイサーズ17番は1位。ゴールデンファイターズ相手陣22ヤードからの試合再開です。これで失礼しました。トライアクシスジェイスターズ相手陣22ヤードからの試合再開です。ジェイスターズファーストダウン10、試合時間残り16秒。パス不成功。ここで中央に切れ込んだワイドレシーバー10番目のパスでしたが、これはディフェンスのパワーありましてパス成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。ジェイスターズセカンドダウン10、試合残り時間は11秒。パス不成功。クォーターバック13番、今度は左に流れながらワイドレシーバー4番にパスを投じましたが、これはゴールデンファイターズディフェンス陣がカバーし、パス不成功となりました。試合時間は残り4秒となりました。ジェスターズサーダウン10、試合時間残り4秒。ボールオン相手陣22ヤード。
そこでエンドゾーンへのパスを投じました。ターゲットは11番でしたが、このパスは手に触れつつもキャッチできず、パス不成功と終わりました。そこで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、トライアップスベイスターズ53点、ゴールデンファイターズ0点で、トライアップスベイスターズは勝利し、準決勝進出となりました。素晴らしい熱戦となりました。この3回戦最終盤まで試合展開が分からないという非常に白熱した戦いでした。しかしその最後の戦いを制したのはジェイスターズ、トライアクシスジェイスターズとなりました。しかしゴールデンファイターズも戦前の評価ではジェイスターズ圧勝の評価すらあったこの対戦、共に X 数にある両者ともに素晴らしい戦いを演じました。ナイスゲームでした。その試合をジェイスターズチアリーダーも素晴らしい応援で白熱したものに変えました。ナイスエール、ナイスゲームでした。少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはうどんだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたい、なりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。今彼らはこのコロナ禍にありました臥薪嘗胆の時を乗り越え、開花開校の春を謳歌しております。その果てにあります頂にたどり着くのは果たしてどのような強者となるでしょうか。その光景を楽しみとしつつ、本日この試合の配信は終わらせていただきます。皆さん長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。引き続きましてこの後に行います大阪ガススカンクス、そしてリードエフォートエールズの試合もサイトを変えまして配信させていただきます。その配信を実施いたしましたのは私道楽やりちゃんでした。皆さん次の機会をお待ちください。それでは失礼いたします。